はいどうもこんにちは、しのぶです。それではね、早速やっていきましょう。今回はイギリス最終 TA7 空母のインプラカブル使っていきたいと思います。まあインプラカブルね、ついにたどり着いて使ってるんですけど、まあ今 TA7 の空母昇格、レキシントン、アウグスト・フォン・パーセバル、インプラカブル、4隻いる中では、ちょっとね、微妙かなと。性能で、火力で言うと、1位がやっぱりアウグスト・フォン・パーセバル、2位が、レキシントン、3位がこのインプラカブル、4位が昇格かなという感じで、昇格はね、弱体化が著しいので、もうほぼほぼね、どうにもならない状況で、インプラカブルはね、ちょっとね、ダメージがやっぱ出ない。やっぱ雷撃機もね、日本と同じく2機ずつの攻撃なので、かなりその点もね、微妙かなという感じですね。で、早速駆逐艦を探しているんですが、いましたね。中央部に駆逐艦がいるので、これは攻撃に向かいましょう。空打ち、ちょっと浴びちゃった。このバブルをね、浴びちゃうと艦載機が燃えるので、これは良くない。ただ敵の駆逐艦を発見してくれたので、ここは早速ですが攻撃を通しに行くと。ジャービスですね、絞ってで消えちゃいましたが、重要測地点に雷撃で、戦闘機も上げておくと。当たらないか。攻撃回数を確保するためにもね、ちゃんと空打ちもしてった方がいいのかもしれませんが、味方のベンハムすごいな。ソナーが使えるジャービスに対してベンハムが近距離戦で普通に勝っていくという状況ですね。というわけで、一発目の雷撃は全然効果が得られなかったので、このままちょっと外周を回りながらですね、攻撃していきましょうか。敵の拠点に進行しながらですね。ちょっと雷撃隊がまだ全然帰ってきてないんで、5機編隊での攻撃ですね。ちょうどいいんじゃないかな。これなんか5機編隊だったら2回攻撃できそうだし、なかなかね、火力が出ないんですが、ちょっと中央部でタリンがボコ殴りにされてますけど、これは援護してあげたい。で、ピョートル・バグラチオンが撃沈された。空母マッチングで対空の高い船が底打ちするとあんまり良くないですよね。味方に不利になりやすい。で、ちょっと待って、これニューメキシコとか、これはあれですね、格差分隊がいますね。ニューメキシコはちょっとこのティアでは連れてきてはいけない。で、ちょっとここら辺は巡洋艦が多いんで、ビスマルクが孤立しそうですから、ビスマルクをね、狙っていきましょうか。どうしてもね、巡洋艦が多いところに突っ込んでいくと、複数のね、船がいるところには基本的には攻撃していくのは得策ではないので、あともう一隻の駆逐艦がいないな。もしかしたら西サイドにいるのかもしれない。で、ビスマルクは明らかに艦載機を嫌がって逃げていますね。そこはちょっと攻撃していきましょう。ただね、味方との連携が得られない遥か彼方の攻撃なので、あんまりちょっとよろしくはないですね。あんまりこの攻撃をしたところで、あんまり意味はない。そして敵の巡洋艦部隊の防空が激しいのでダメですね。で、駆逐艦がいましたね。駆逐艦が南のあの辺にいるということは分かったんですが、ここで爆撃隊をね、ついに出撃させましょう。爆撃隊はフューリアスよりもはるかに強化されていますから、投下弾数が増えて、絨毯爆撃艦はすごい出てきました。ここに来てね、ようやくすごい絨毯艦は出てくるようになった。で、中央に突入してきた鈴矢は味方が削り切れそう。火災が起きてますが、これは削り切れるでしょう。いや、やっとくか。一応回復でなんかギリギリ持ってるっぽい。持ってるっぽいですね。これは爆撃を入れてみます。でもちょっとこれ全身に切り替えたちょっと外れてるよこれ。で、今度こっちに駆逐艦がいると、ちょっと攻撃しづらいな。このままエディンバラ
うん、エディンバラもな、耐久高いからな。このまま軽くは攻撃してみますけど、そもそもあんま戦艦がいないからね、ダメージが通りづらいという問題点がある。で、味方駆逐がこれ拠点占領してくれてるので、ここは拠点占領をしていく。これに援護ですね。どっちかというとあれだな、味方めっちゃ魚雷とかで攻撃されてるのかな、艦載機で。援護してあげたいですね。一応対空支援で占領を防衛してあげたい。まあけどちょっとヘビーなスポットが入ってるんで、駆逐艦が生き残るのは厳しいか。これは煙幕を使っていますが、うーん、厳しそう。これはでも結構あれだぞ。あー、厳しいねこれはこれは結構厳しいね。ちょっともたもたしてる間に味方がもうほとんどやられてしまっていますが、いやでもこのまま、うーん、どうしよう、どうしようか。ちょっと一回様子見して、で、なんだこれは、めっちゃ対空火力にさらされてる。駆逐艦か、駆逐艦の対空にさらされてる。ここはでも駆逐艦潰すべきだろう。うん、エディンバラはこれは味方が撃沈してくれると信じてシェンヤンに攻撃していきましょう。もうでもシェンヤンとかね、いるんですね。結構人気があるのか、このパンアジアツイ。シェンヤンって多分アメリカ駆逐艦の改造型なんで、おそらく対空火力が高いんですよね。さあ、煙幕を焚いてシェンヤンが隠れようとしていますが、あれ魚雷1本しか飛んでない。はい、魚雷命中。あ、魚雷、あ、近づきすぎて1本にしか見えないのか。凝縮されすぎてて1本分にしか見えないですね。で、シェンヤン見えなくなっちゃいましたが、ここは一応投下してプレッシャーを与えておくと。あ、ただこれ巡洋艦が突っ込んでってくれてるんで、これ見つけられるかな、ソナーで。さあ、プレッシャーとしてもう一丁雷撃をしていきましょう。もう一本しか撃てないけどね。はい、左にずれましたが、もうこれはやってもらうしかない。これはもう巡洋艦にやってもらうしかないんで。見えた。はい、タリン、ナイス。さあ、これで駆逐艦はいなくなったんで、そこそこいい場面ではなってきて、これで拠点に突入しよう。うん、インプラカブル、対空火力、うん、対空火力どうなんだろう対空火力あんま見てなかったけど、イギリス国も対空火力そんな高くないのかな。あんまりね、対空火力は気にしてないけど。まあ、こっからですよね。どうやって削っていくか。まあ、ビス、この横からのね、爆撃にアプローチになってしまうのが非常によろしくないと思うんですけど、やってしまう。で、あー、空母部隊、これ、ちょうど時計回りにお互い外周してる形になってますね。で、タリに対しては、ちょうど真後ろからのアプローチになるので、これは命中が期待できる。ただ、ちょっと絞りきれてはいないが、いやー、絞りきれないと当たらない、全然。厳しいな、これ。敵もあまり防衛するつもりあるのかな。占領で勝つつもりかな。だからビスマルクはでも反転して戻ろうとしてますね。さあ、これだけ絞っていって、一応正面からの雷撃。で、これはこれはでも巡洋艦、タリンは仕留めておきたいな、これ、HP 的に。そうですね、このままタリンに突入して、さあ、ちょっとこれ厳しい角度になっているが、タリンこれで仕留められないかな。はい、タリン仕留められた、これでかい。ここに来て、終盤に来てね、ちょっと、ミリ残し敵を回収していく係として、まあ空母らしく立ち回っていくと。で、拠点占領は入ったんですけど、敵の戦艦部隊は当然引き返してきましたね。これはちょっとビスマルクと連携して敵の艦艇を沈めていく必要がある。まあ、ただニューメキシコはまあぶっちゃけ戦力になってないでしょうから、ここを狙っていくのは敵のビスマルクか。そうですね、ビスマルクですね。このままニューメキシコは放置して多分余裕で倒せると思うんで、ビスマルクにまずは火災を着火していきましょう。さあ、真ん中に
絞って入れて、はい、一箇所火災。うん、まあ火災でね、で一応味方の戦艦の上に戦闘機も展開しているので、これでなんとかしのいでほしい。さあ、そしたら往復攻撃ですね。第二次攻撃でビスマルクに火災をしっかりと着火していくと。当然ね、この段階ではもう母艦の自分も戦っていかなきゃいけないですからね。でこれでビスマルク完全に入ったところで投下。これは燃えるんじゃないか。はい、バサーッといいダメージで、これで、あ、ポジション的にこれ絶好のポジション。このままちょっと対空砲としても置き固定砲台としても活躍しながら、でニューメキシコ撃沈してくれましたね、ビスマルクは。まあやっぱこれはね、相手がこれニューメキじゃなくて普通にティア6戦艦とかだったら危なかったんですが、とりあえずこれビスマルクは撃沈、ビスマルクさえ沈めちゃえばってどこですか。いやでもこれあれだな、敵のインプラが、インプラカブルが占領入ってるんで、これは次占領妨害していかないと危ないか。さあ、ただビスマルクはとりあえず撃沈したいので、まあ、間に合いますね。まだ1分半以上ありますから、ここはビスマルクを撃沈させてもらいましょう。うん、火災、大火災でこれ2箇所着火で、あ、燃え尽きるわ。さあ、そしたら急いで爆撃隊発艦。こっちは 2隻でキャップ踏んでるんで、速度では勝ってんのかな。でもちょっと危ないです、これ非常に今更だけどちょっと危ない。これは味方には防空で入ってもらって、さあ、で敵が空母が占領勝ちを狙っているでしょう。明らかに爆撃機で防空していくのかな。これは当然ですけど、ブースターも使ってがっつり最速で170ノットぐらい出るのが一応この速力。さあ、敵戦闘機展開してますが、戦闘機はもう全力で加速して振り切って、オッケー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 、いけるいける。母艦に攻撃ですね。多分占領スピードも勝ってんな。でも敵妨害しないと勝てないぞこれ。こちらも妨害しとかないと危ないんですけど。さあ、敵インプラカブル発見。一発でも爆弾が当たれば妨害できるんで、ここで外してはいけない。さすがにこここそは外してはいけない。さあ、満を持して絨毯爆撃、相手停止してるので、これでもう投下して一発も当たってくれ、一発も当たってくれよ。はい、さすがに3発命中、占領妨害、これで勝ち確。あー、で味方ビスが攻撃を受けましたが、うん、まあ自分がね、あの占領入ってるんで、もっと自分に近づいてくれればいいんだけどな、ビスも。その方が安全なんだけど。まあいいや。さあ、第二次攻撃が済む前に終わりそうですね。ちょっと、敵のやらかしというか、敵の、まあ、ちょっと分隊にも救われた形にはなりましたけど、まあ、いずれにしてもちょっと爆発力がな、足りないなっていう。こうやったらやっぱレキシントンとかの爆撃の方が非常に気持ちいいなというところですけど、はい、インプラカブル終了ですね。まあ一応序盤から中盤にかけて全く活躍できてませんでしたけど、まあ、終盤だけ勝利にがっつり絡むっていうのがやっぱこの空母の嫌なところですね。まあ、最後まで生き残ってしまうので、いや顔にももうあの勝敗には直接的に作用すると。序盤で沈んでいった船たちと比べると、もう完璧に最後終盤空母が左右するというね、まあ、形なので、まあ、そこはね、うん、非常に、まあ、このゲームでね、嫌なところですけどね、まあ、あの本当に最後に残ってる船が、まあ、結局勝敗決めますからね。はい、それで今回はイギリス最終ティアのインプラカブル使ってみました。うん、まあそんなに、まあこのゲームはあんま空母強くないんでね、まあ、これはね安心できる微妙さかなというところです。それではご視聴ありがとうございました。